はい、それじゃあ続きで撮っていきましょう。ちょっと日が空きましたけどね。どれをどの声で呼ぶか忘れちったな。よいしょよいしょ。まもなくベレンガリア行きの船が出港。乗ろう。とりあえず乗らな進まんやろうしな。ベレンガリア国行き戦場お昼。よいじゃ。船でも馬車でも揺れるのものが苦手や。まあ言うとっけのベレンガリアまで半日以上かかるんで。うっそやん。あ、切れた。そんなんでドラゴンに乗れるんかね。いや、ドラゴンは揺れへんやろ。それにドラゴンに乗るのはもっぱれ。入ってね。おお、サポートとかしていただけないんですかね。はぁ、だからどっか行け。お前だったらっきり。わかった。あぁ、なんだ、俺は休むわ。お前もあんまりはしゃぎすぎると酔うで。別にはしゃぎゃせんって。そっか、心の中がウキウキしてるように見えるけど。さっさと引っ込んだれ。言われなくても。あ、動かせ。おめえでなら天涯孤独じゃねえ。承認。おいおい、もうこんだけ持ってるから別にいいかな。おいおい、まあそこ行くんやけどね。ほうほう、魔法水よ。ほうほう、動力源が魔法なんだ。ただの樽です。ただの樽が叫ぶく。セリフあるかい。ほいほい。あ、こっちか。お前か。だいぶ楽になったで。で、お前何しに来たんや。まあ東市も出ようと思ったんやけど、なんか近いからやっぱりええわ。俺のこと嫌いやろ。まあ嫌いやけど、別にあんたやなくてもどうせ何がいいやよ。やっぱり嫌いなんだよな。あら、なんや。ああ、これか。昔からずっとつけてるのね、それ。まあ、肌身離さず身につけとけって昔から言われとったからな。まあ、俺自身も気に入ってねえからな。例えば、お前昔この国からが欲しいんでごねったことあったよな。俺がいやいやって言うたらお泣きしてんやないか。覚えてへんか。
ゃんはそんなこと覚えてるわ。まあ忘れたくても忘れられんやろうけどな。君のことは覚えてて、あのことはすっかり忘れてんのね。ほなまた甲板に出るわ。おう。ウェップシステムコールバルーズ。まあそう来ると思ったよ。何やつ魚群。わあゆるい。刺身にしたるわ。反対か、全体攻撃はないね。食らわねー。魔王魂やったかな、この辺聞いてる。ウロコ。やったのか、やったのかはやってないフラグだ。せいぜいのドラちゃん、あっちゅう間に料理してしまった。まだ来る？ふぅふぅふぅお魚か。魚は変わりないけど数多いわ。また来るわ。おマーメイド。じゃあお前やっちゃおうか。ふぅお前だ、お前石ダメージ与えてくれたな。お前ダメージ与えたやつだ。うっふぅ。うっふぅ。マーメイドからもな。マーメイドからも何も手に入らんのか。さすがに一人じゃ無理やって。もう、頼りない方。なよりしとるな、今の揺れは何や。うわあ、なんじゃありゃー。でクラーケンだー。やっとお湯が出たね。ケルベロスかーい、名前が。しかもセリフあるし。ワイの名はケルベロス。可愛いお腹が大好きなエロいイカヤ。通称ヌールと呼ばれている。ワイの可愛いしもべたちを可愛がってくれたみたいやな。ここは当選もするで。うわー、俺が一番だ。あんたフライしてたんじゃん。力に入れまくって出られへんわ。なのに、あのタコ倒すで。タコじゃねえよ、よく見ろ節穴。うつり火で、消そう。てめえよ、かわいいしもべちゃんたち。あら、かわいい。
魚は別にどうでも良さそうだね。あ、オーギーは丸か。お、全体攻撃や。なあ、このさばき龍剣でいったもん。ちょっとこう。拡散技と。オッケー、ゲソを手に入れた。まあ悪いことしません。まあ勝ってたんだよね。また吐きそう。ベレンガリア国ランベルト港夕方。それやったり前やん。ベレンガリアに着いたんやで。船屋の次はこの寒さかいね。お前とコンビ組んでからろくなことがない。で、これからどうすんの？メイエル山のふもとにある町、エレノオーレを目指すわ。遠い？まあ、夜までに着けばええ方ね。野宿したなかったらさっさと歩く！野宿？それは嫌やわ。いや、おいな、俺は投資するなんてごめんや。それに関しては同感よ。はいはい。エレノオール、夜やっと着いた。ここかエレオノーレか。今日はもう歩きたないわ。この程度で疲れ。お前無理すぎや。さっさと宿行って休むで。っていうのが僕の仕事です。はいはい、アイスタランドに出すデザイン情報が流れてるらしいよ。ほう。生きてるのが下がった。ちょっと崩れてしまった。それだけ？はいはい、白い雪の中で目立つようになる。どこ行きゃいいんだ。おお、あ、こっちが宿やね。ほいほい、移動できるんや。お、リポタビン Z。 ルートが売ってないのになんでこんなのが置いてあるのかしら。ほいほい、パワーグローブ、エストック、ほいほい。
エストックってあれ強化できるんだよね。うん、普通にパクったやん。火炎瓶ももろたやん。ケルベルスの触手、焼いてもまずい。魚の鱗。見て、うちの品揃え見て。はいはいはい。火炎瓶。まあ別にいらんか。いけるんやこっち。ああ、昼でないといけんのねやっぱり。しんじゃ宿やいい子。うっくいしょ、よいしょ。はいはい。寒い。それ短いですか？寒くないのかい？10円。はい、すいません。やっぱ部屋は別々か。まあええけど。しかしこの部屋一匹にしたら広すぎるな。すげえ風呂あるで。なんかこうちょっと豪華すぎると落ち着かへんな。どちらさんですか？来ちゃった。イリナさん、どうぞ。あ、じゃめしめす。いやー、これといって用はないんやけど、ちょっと落ち着かんでな。明日に詰めてみりゃええやろ。そういうお前は何しとんの？アイスバーガーについて調べてんのよ。それで？さまざまなドラゴンの特徴とか性格とかそんなものとかいろいろ書いてあるわ。はあ。明日はアイスバーガーに挑むやから、あんたにもこれくらいのことはしといてほしいんやね。ほな、俺にも読ませてくれや、そのドラゴン図鑑。ああ、ちょはあ、世の中いろんなドラゴンがあんねんな。って、アイスドラゴンの項目読みんしゃいや。なんやこれ、初めて見たの？これ、この漆黒のドラゴン。これは、使徒主演の社長。そのまんまブラックドラゴンね。さっき言うてもうた。まあ、どれも見たまんまのもんやろ。そん
の名前なんて分かりやすければええねん。まうちら配ることはまずないやろね。フラグやろね。は消えたん10年前にね。復活するフラグやね。え、いや消えたってどういうこと。さ、でも文字通りおらんようになったんやから消えたって表現するしかないわね。全員おったとしてもうちらじゃ無理やね。はあ、お前したら珍しいな。強敵相手に尻込みするんか。当たり前、無謀なんてもんやないで。アイスドラゴンももちろん強力やけど、ブラックドラゴンに比べたらなでじだやで。なでじだ絶妙な食べ方すんなお前。てか、なん強いんかブラックドラゴン。あ、なでじだってあれやね、あのキノコの敵キャラやね。持ってるわ。他のドラゴンがヒルクソホロとも言われてるわね。はあ、おまけに地位もあるのか。なんちゅうかまあ。まあ、こんな知識は今のうちらには必要ないことよ。Need not to know。そして今のあんたに必要なことは明日休めて早寝ること。さっさと自分の部屋に寝て一発抜いて寝なさい。わかったよ。お前も早寝ろよ。お前が頼りやねんからな。えっ、どうしたの急に。キモ、ひどい。お前人の気持ち考えたことあるんか。いや、今では冗談、単純にちょっとびっくりしただけ。まうちもお骨するわ。あ、ならええねんけど。女ぐんない、あったかくして寝ろよ。まあ言うたけど、まあちょっくら体を動かしてから寝るかな。あれ、やっぱ疲れてんのか。予定通りもう寝よ。毎週ブラックアウトしたのはやっぱ立ちくらみしたんかな。朝、あー珍しく遅いな。起こしに行くか。あ、今日はうちが寝坊した。これで確かになしやな。うん。それでよ。どうせ夜更かししてあの本に戻ったんやろ。一人は早寝ろって言いながら。いや、あの、別にそういうわけやないね。あの、オナニーしてたんよ。とりあえず、そのオナニーの話は置いといて、あんた準備できた？俺はいつでも OK やで。わかった。ほな、早速メールの山に向かうで。よっしゃ。こんな色してたんだな。よっこいしょーと。よっしゃ、行こう行こう行こう。ん？ありがたいや、ありがたいや。ありがたいや、ありがたいや。ほんほん。どういうこと？まさかの。ああ、燃やしちゃった。スーパーマムシ。
スーパーマムシ。ここは変わらないのね。ここの樽はただの樽ですって言わんのね。こっちは何も変わらんのか。ほいほい。綺麗な女性を見たの。なんか一枚噛んでそうだな。もしあのドラゴンスレイヤーは女子とか。うーし、じゃあとりあえず行ってみましょうかね。やっぱ山は一層行きがきついな。こっから先はモンスターの出てくるはずだから気をつけてすんね。よっしゃい、火炎瓶。おお、やったね。こっち、なんかこっち宝箱あった。雪うさぎ。ひひあら、一旦で倒れない。いでいで、よし。まあ一応殴りが出るのね。それならよかった。おっと、こっちが正規ルートか。ええ。ロス。まあ、ウサギが魔法使うのかよ。よし。フィールドオンエネミーや。やめた。キラキラスノーってなんじゃい。なぜか溶けない。いやー、なんもなかったと思ったらなんかあった。マナドリンク M。 ウサギってランダムエンカウントでも出てくるのか。OK。
おじゃれうん、上腕二頭筋意外とやばい対象の防御低下対象の防御力を下げる。なんかこちら辺からどっかに行ける道がありそうなんやけどね。レベル上がると全回復するかな。なんかこっちからかなんか出てくんのかな。なんかどっかから潜ってこっから出てくる感じかな。上げる。どうしようかな。まあ、まだ取っとこう。OK。 あとどんぐらいでレベル上がるんだ。いいな。なぜか剣に詰めたい。ほいほい。まだ1554もあるんか。まだ次まで1500もやらなあかんのか。大変じゃな。じゃあ一回回復しとかなあかんね。よいしょ。
仕入れドリンクやるぞ。うん。え？お、なんかあるリポタブン Z。 うん、うわ、雪だるま2人。上腕二頭筋。雪ウサギがね、意外と強いんだよね。OK。 なんかみんな HP がね、高いんだよね。おっと、向こうにも何かあるけれども、なんかちょっとどっかから回ってくるパターンだよな。先手を取ったなら逃げるべきと思ったが、経験値欲しいから戦っていこう。こっち側から回ってくるパターンね。向きだるま。ダイス1個減らすぞ。え？多分あれだ、これ。魔法を使う前提のゲームバランスだ。じゃあレベル上がったけれども、よいちょっと挑発の魔導書、挑発を仮習得する。挑発って何？いらねえな。よし、よいしょ。え？うん。
よいしょ。ここからどっかしらに行けんの。とと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 。またお前らか。もう一体は確実にやっとこう。うん。うん。オッケー。めっちゃ上腕二頭筋手に入るやん。よし、はい、ということでね、今回はここで終わりましょう。それでは皆さん、バルディオス、次回へ続きます。